山田です。ウィンターイベント始まって結構経ちました。つーかパート1が終わりました。本日がパート2ということで、カチコールがね、ゲットできるようになっております。ただね、まあ事前にレアというふうに言われていたようにですね、ニアバイとかで見ても結構遠いところにね出ていたりするんですよね。雨集めがちょっとね、歩いたりしてあげないとまあ難しいのかななんて感じでございます。あ、そういえばですね、色違い今回いっぱいいっぱいいろんな種類がね取れるじゃないですか。なんかね、今回調子がすごく良くてですね、ピカチュウとあとデリバードですよね、この辺がもうねパンパンと出てきてくれて、それ以外にもですね、まあ、キュレムとかなんかね卵は全然関係ないんですけど、イワークとかがね、の色違いがパンって生まれたりとか、今回ね結構僕色違い運がいいんですよ。まあなのでね、ウィンターイベントちょっと頑張ろうかなと思っております。ウィンターイベントなんか一匹でもね色違い取ったよという感じの方はチャンネル登録よろしくお願いします。ということでですね、まあ本日ですね、ウィンターイベントパート2やるぞーみたいな感じで思っていたら、あの来年の1月のイベント発表来ちゃったんですよ。でこれまあまあボリュームあるんで、これなんかロケしながらね一緒にやっちゃうとちょっとすごい、長くなっちゃうなと思ったんで、今回そこだけね、この動画ではね別でちょっと収録させていただこうかなというふうに思いましてカメラ回しております。ということで本日発表になりました来月のポケモン GO のイベント内容についてやっていきましょう。はい、ということで1月のイベント内容まとめでございます。ゲームウィズのページを見ながらねやっていきましょう。まず皆様気になるのはね、伝説レイドだと思うんですけども、ぶっちゃけ1月の伝説レイド、あって感じでした。まあ、見ていただければわかると思うんですけれども、まず今出ているキュレムなんですけれども、これの終了タイミングが1月のまず7日ですよね。金曜日の、まあ、10時までは出ております。それ以降ですよね。7日の10時以降か11月の15日まで。まあ、約1週間ぐらいですよね。はですね、ヒードランが、出現いたします。まあ、ヒードラン色違い自体はね、実装済みの、ポケモンではありますが、今回はヒードランは特別な技っていうのは特に言われておりません。なので、まあ、普通に、ゲットできるよという、色違い持ってない方は頑張ってみましょうみたいな、高個体値欲しい人もね、まあいらっしゃるかなって感じですね。そして、ゲノセクトがですね、15日から24日の間で、出現いたします。今回のゲノセクトはですね、稲妻カセット、はい、こちらをですねつけております。でゲノセクトテクノバスターというね自身のね限定技がございまして、これカセットによって、ね、タイプが変わりますよと、いう風になっております。なので今回のですねゲノセクト稲妻カセットバージョンもまあもちろんですね、ちょっと技のタイプが、電気になっているテクノバスターを覚えますよという風になります。まあゲノセクトはねテクノバスター、まあ弱くはないんですよ。威力的には強いんですけども、まあ正直ねいろんなタイプのテクノバスターで、まあ、全部が使えるかと言われたら、まあ、みたいな感じなのかなというふうに思います。まあでも皆様ね、しっかりとねここはね、まあ今までのゲノセクトと違いますので捕獲しておきましょう。そして24日ですよねから2月の1日までがレジアイスが出現します。なんかさ、なんか統一感がさなくない？あのレジ系ってだいたいレジアイス以外のやつらも一緒に出てきたりするじゃん。でなんかヒードラン来るんだったらさ、なんか同じ枠の順伝みたいな感じでさ、なんか出してあげてもいいと思うし、ゲノセクトか、どうしたんだろうみたいな、どういうことみたいな、タイプ的にも全員特に、まあ、ヒードラン、ゲノセクトまで来たけど、レジアイスって、なんかまたずれたみたいな感じで、何なんでしょうかね。正直ね、この伝説レイドの感じ見てると、多分1月ね、あんまりね、やらないと思うんですよね。ぶっちゃけ、強いっていう感じで、めちゃくちゃ高個体値厳選しようっていう人の数は少なそうだし、まあ、雨集めとかはもちろんすると思うんですけども、まあ、12月がさ、ゼクレシーですよねっていうのが、色違いも来て両方強いしっていうので、うわって盛り上がってたと思うんですよ。で、キュレームで、まあ、若干落ち着いて、その後、ヒーラン系のセクトやレジアイスで、ガンガンガンって、さらに落ち着くような、なんかそんな感じになっちゃいますね。ポケモン GO正直、人気伝説、不人気伝説って結構はっきりしてるんで、1月あれかな？ナイアンティックさんが休もうとしてんのかな？とか思っちゃいましたけどね。どうなんですかね。で、メガレイドなんですけれども、現在出ている雪の王が7日まで出現して、その後、メガプテラが来ます。はい。メガプテラは初実装ですよね。2月1日まで。まあ、1月中はずっとメガはね、こいつが出ますよという感じになります。ちょっとメガプテラの個別見てみましょうか。どんな性能になるのかっていうのが。まあ、タイプ岩飛行で、予測種族値が、CP がマックスだと4655。攻撃292。強くない？
攻撃の所属値結構高いよこれ。ただまあ防御 HP はね若干低めって感じになってますね。でまあ技に関しては変わらないので、ゲージ攻撃が原始の力、アイアンヘッド、破壊光線、岩なだれ、大地の力ということで、まあメガ進化としてはまあ飛行、岩両方ともブーストできる役割っていうところで、まあもちろんね価値はあるんですけど、もうこれは全然本当に個人の主観なんですけども、メガプテラの見た目がかっこよくて普通に好きだな。メガハガネールね、まあ、今、雪のになっちゃいましたけども、なんかメガハガネールとか、そのメガプテアとか、なんかこの辺のやつらはね、僕いかつい、ごっつごつになってるやつっていうのがやっぱすごい好きなので、うん、メガプテラもね、ちょっとこいつは、エナジーちょっと多めに確保してもいいかな、なんて個人的に思いましたね。で、まあ、この辺のね、出現が判明したので、レイドアワーもね、もう確定ですね。キュレム、ヒードラン、ゲノセクト、レジアイスっていうのが毎週水曜日に出現しますと。で、スポットライトアワー。こちらも発表となりました。1月がですね、最初の方から4日のユニなんですよね、次は11日のディグだディグだ、今更感あるけどね、18日がプラスルで25日がマイナンということで、これなんかあれかな、プラスルマイナンとかね続くってことは、この辺でなんかそれに関連するイベントでもあるんですかね。捕獲ジャメ2枚、あ、プラスルの時がじゃあ今回は、メルタンチャンスってことですよね。そこだけ覚えておきましょう。クス整理チャンスがユニランとマイナンのこの2つの時という感じでございます。うわ、なんで大発見がイワークになるそうです。あ、なるほど、イワークと合わせてハガネールのメガエナジーが入手。あ、そういうことか。あ、なるほどね、メガのやつと一緒くたにこうねセットでくれるってことね。あ、イワークかー、なんかちょっとこの2021年のねちょっと後ろの方のね大発見報酬、まあモノズさんとかに比べるとやっぱちょっとね、思うところあるけど、まあ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 、色違い持ってない方もいるでしょう。で、1月がですね、なんか3つイベントがですね、期間が発表されました。これ見ていきましょう。まず12月の31日の22時、だからもう完全に年越し直前ですよね。から1月の4日ですよね、の20時まで開催のお正月イベントが、判明しました。これ昨年もありましたね。はい、年末年始またぐ形で、去年だったら、てか、まあ、正確には今年もだけど、なんか2020って書かれた、なんかすごい、こう、パリピになっているヤドラン。あれがね、実装されたりしたじゃないですか。まあ、あんな感じのですね、イベントがどうやらあるっぽいですね。そして高まるエネルギーイベント。なんだこれ、1月の7日から13日。上都地方と新大地方にあるような大いなる山々を彷彿とさせる場所をテーマとしたイベント。ヘリテージシーズンのイメージ画像で登場している大きな扉に何か関係しているイベントとのこと。ということだし。そう、なるほど。まあ、上都と新王にあるようなっていうふうに、まあ、各地方を明確に書いてくれてるということは、各、ところのね、ポケモンが出てきてくれるんですかね。なんか気になりますね。で、1月の19日から2月の1日までが関東発電所。ああ、なるほどね。高まるエネルギーがつながるイベント。あ、なるほどね。高まるエネルギーかの関東発電所。で、公式サイトにはドアとその先にあるかもしれない力の噂を嗅ぎつけた、悪者たちもいるようと記載されており、ウォーロケット団関連の何かが発生するイベントの可能性も高いということだそうです。この関東発電所っていうのはですね、まあ、もともとですね赤緑ですよね、ポケモン本当に第一作目だと無人発電所っていう名前で中でポケモンが湧いてて、でまあ、電気タイプとかがいて、でサンダーがいるっていう、サンダー捕獲の場所だったんですけども、これ関東発電所っていう名称っていうのはこれ金銀になってからの別の名称なんですよね。でまあ中にポケモン本来はいたのが、まあポケモンいなくなって代わりに人がちゃんと中にいるようになって、で、まあなんかリニアモーターかね、リニアを走らせるためにねイベントを必要なところっていう感じだったので、まあ、なのでこれ関東発電所って名称だとすると、ポケモンあんまり電気関係ない可能性も、まあ、ワンチャンあるんですよ。まあ、さすがに電気タイプだと思うけどね、出現率上がるのは。で、まあ、原作準拠だと、まあ、サンダーとかがゲットできるのかなみたいな、そんな感じですよね。ただ、
この期間ってね、さっきのね、伝説レイドの感じだと、あれか、ゲノセクトおよびレジアイスって感じですよね。だから謎ですね。まあでもなんかこれあれですね、プラスルマイナンが下の方で出てるのっていうのは、やっぱりこの高まるエネルギーおよび関東発電所イベントに関連してって感じだと思うんですよね。なので、プラスルマイナンとかは、もしかしたら普通に出現率がこの期間中上がっているのかもしれません。はい、ということでね、まあ、詳細はね、まだ、すべて、できていないんですけれども、日程がね、以上分かったということで、まあ、各イベントにね、との準備だけしておこうかなと思いました。いやー、あれですね、なんか一旦その中身分からんことには、なんか喜んでいいのかよく分かんないな。ただまあ、伝説レイドに関してはね、とりあえず分かって、で、僕は現状1月は、ある程度節約できるなと。パス節約ができそうということだけは今思っております。まあね、ぶっちゃけもういいよっていう風にもうお腹いっぱいだよって思ってるトレーナーさんとかがね、やっぱり長いゲームですからいますよ。まあその時期やってなかったよとか、いう方もね、もちろんいらっしゃるので、そういった方はやると思うんですけどね。だからほんとなんか、これ前の動画でも話したと思うんですけど、徐々にこう人気不人気っていうところにね、レイドやっぱりその差が出てきてるわけですよ。そうなってくると、なかなかこうやりたくてもやれない、倒そうと思っても倒せないレイドっていうのがあるので、その辺がね、なんかこう救済措置あってもいいと思うんですけどね。人数が少ないと、敵のね、まあ伝説レイドのまあその対象の HP が下がるだとか、まあでもそうするとね、ソロクリアをね、最小人数でみたいな感じのこうなんていうんですか、そういうのでこう楽しんでる方々からすると、なんでみたいな感じになる、また難しいところですよね。いや、長いゲームっていうのはね、ユーザーさんのタイプも本当に多種多様なので、すべての人が納得するようなね、プレイっていうのはまあ、その運営側も提供、まあ難しくはなってくるんだろうななんてちょっと思いますけどね。まあこの辺にしときましょう。ということで、今日はこの辺で終わると思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。まだゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタのチャンネルございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。